じゃあ小声で面白かったか聞かなくていいです。まだじゃダメなんですね。混ぜるのはダメなんです。まだダメだよ。混ぜるのはお前な、いくつ入れたんだ。10ですよ。10いってまかった。お前家にこもりすぎて喋んなかった。ライブなさすぎて。もともと喋れなかったからね。それが余計より一層。お前生放送向いてないよ。いやいや、そんなことはっきり言わないでください。うわ、入れた、銃入れた。準備入ってました。おう、もうあいつ、あいつ、あいつやってるぞ。おー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 。ダメダメダメ。早い早い。めちゃくちゃフライングしてる。人に混ぜるなって言った。何をやってるんですか。びっくりした。え、何おすまし。全員分のからし入れますよ、そこに。ふざけんなよ、お前。じゃあ行きますか。はいはいはい。え、これどっち、僕はこういうのと使っていいですよ。何でもいいんだ。持ってきたやつ。とにかく食えばいいんだから。自分で、1位の人が出た瞬間に、残ってたやつを全部。うわ、これはやば。一番遅かった人ね。だからちょっと水ね、ミスった。何普通に醤油使ってんすか。僕のやつ。何回、何を普通に使ってんすか。時間ないから。え、これ200回回す。それはないんでしょ。なし。もう、かき混ぜるかどうかも自分で。なるほど。行きましょう。はい、よーい、スタート。あ、箸折れた。箸折れちゃった。短い箸が、短い箸がちょっと最悪。もう食欲が欲しいな、これ。すげえ、これすごい食欲。わあ、もう手にすげえつくわ。失敗した。やだこれ。おお、箸折れた。弱いですけど、この箸。ビル、この箸しょっぺーな、これ。うわ、出すぎた。見た目気持ち悪くて、口の中入らない。あ、まだ箸折れるんかい、納豆で。もう一個向いてたの。うわ、もう気合い。よし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 。気持ち悪い。あ、ごめんなさい。濃いな。あ、いい、濃い。入れすぎた。入れるか。しょっぱ。あ、全然と、うまい。ほら、ちょっとまずいでしょ。いや、これ結構いいぞ、これ。これ結構。でも、気持ち悪い。気持ち悪いんだな、お前。500g ぐらいでしょ。そうだね。お前ステーキのことを考えてるよ、お前。進まない。ステーキ 500g なんて、お前もう6分で食えるよ。え？いや、そんなボケしたくない、今。俺は本気でやってるから。ほら。いいね、音がいいね。やさる君、音がいいよ。あ、これいけるわ。これいけるぞ。うわぁ、もう今回ダメ。口いいなぁ。ムーギーめっちゃいい。あ、すごい。タレ飽きるな、やっぱ。キムチこれでか。タレだけだと飽きる。辛っ。ははははやばい、これちょっとやばい。うわ、やるな、早い。水。味噌欲しいね、これ。ああ、納豆詰まらして死ぬ。見たことないからね。え、これ飲み物です。入れてくれ、飲み物入れてくれ、誰か。自分でやる、あるんだから、自分でやりなさい。もうもうちょっと飽きてきた。ちょっとタレ入れすぎたよ。いや、タレはマジで入れすぎた。これさ、ご飯にちょうどいいタレの量なんだね。あー、なるほど。ご飯食べる前提でこれ。全然進まない。ご飯によく合う納豆。あー、こら、こら、人の気持ち取るんじゃないですよ、ちょっと。あー、落とした気持ち。いや、でも持って帰りたくない。やばい、安田さん終わりそう。え、やばい。
津田さん、5分経ったって言ってましたよ。津田さん、ちょ僕の水ちょっと5分経ったみたいですよ。食い出してから5分だから、食い出してからね、全然そのいけずの集団みたいなことは言わないようにね。これいけるかもしれん、これ俺いけるかもしれん。マジっすか、全然無理だ僕、やばい。めっちゃ普通に食ってんじゃないですか、僕のキムチ、ここ。味はもうね。お、みんな食ってるよ、僕のキムチ。ずるいぞ、キムチ。どうなってんだ、これ。持ってくれよって。いやいや、こういうルールのものだ。あー、こんな食い方したことないよ。今、誰がビリなんだろう。あ、津田さん、結構言ってますね。もうすぐ終わりますよ。もう大変だ。めちゃくちゃある。あ、大根おろしあるといいな。待って、めちゃくちゃある。やばい。水持ってきて、おおおおいいから、水持ってきて、終わったお、やったわこのおじさん、やったわマジでこのおじさん、やったわマジで最悪、終わり、終わった終わった、おいストップよ、ストップ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 、今ストップ、これはやばい、これはやばいですってマジで最悪だ。はい、現時点の量を、じゃあ前、前出して、前。俺は食い終わりました。なるほど、これだから。あずやさんも終わった。あやさやさんね。いや、僕だけスタートしてないじゃないですか。僕だけスタートしてないじゃないですか。一口も食ってないやつの器じゃないですか。え、食ってた？めちゃくちゃ食ってましたよ。何も話になってないじゃない。お願いします、お願いします。え、見てた？こんばんは、見てました。すごいね。え、どっちだと思う、はい、どっちが食べてない？ねー、わからない。わからないわけねえじゃん。わからないわけねえだろ。わからないけど、どうですよ、お金払って見てるじゃん。すいません、うん、ちょっとズラさんじゃかわいそうかなと思うんですけど。なるほど、どういうこと、うん、ズラさん、うちの お父さんと同い年なんで。でも見た目もすごい若いですよ。でも見た目すごい若い。さっきのお母さん、さっきの発言聞いてました。何がわかんねえんだこの野郎。まだ同い年の、ね、人がそんな口を取るわけないじゃないですか。だま、ね、されちゃダメですよ。ちょっとズラさんはね、ちなみにね、はい、ズラさんね、5分で食べるって言ってたの、はい、確かに最初、うん、そう言ってたね。そう、5分で食べるって言ってたのが人のお皿にね、うん、持っちゃう、うん、そうですよ、冒険に出たんだよ。あ、それ、うん、それは良くないなと思うんだけど、うん、ただまあ、ね、還暦を超えてる人にこの納豆食べさせるのもね、偉い、申し訳ないなとも思うんだけども、うん、途中で僕のキムチとかも勝手に食べたの。いや、ちっちゃいよ、お前。じゃあすいません、うどんさんでお願いします。